ここにいたのか。あ、バイソン兄ちゃん。フィオナはここが好きだな。うん、とっても懐かしい感じがするの。あのね、フィオナが眠っちゃう前はたくさんお友達がいたの。リュレントのおじいちゃんはいろいろなお話を聞かせてくれたし、メモロリアンのお姉ちゃんはフィオナと遊んでくれたの。でもおじいちゃんもお姉ちゃんももういないんだって。みんなに会えないのは寂しいか。ううん、今はもう会えないし直接お話できないけど、フィオナのこと見守ってくれているのわかるから大丈夫。それにフィオナにはバイスお兄ちゃんやお姉ちゃんたちがいるもの。そうか。フィオナ、アイナがおやつの用意をしていたみたいだぞ。本当？バイスお兄ちゃんも一緒に食べるでしょ。